お兄ちゃん、中にいる？うん。じゃあ、お邪魔します。何の用だって？今日はちょっと私がお兄ちゃんの仕事の疲れを癒したいと思うんだ。だから、今日は私が気持ちよく耳かきしてあげる。ほら、私のお膝においで。うんうん、よしよし。お兄ちゃんの右耳を見せてね。ほら、ゴロンとして。それじゃあ右側からきれいにしてすっきりしようね。じっとしてて。よいしょ。かきかきかき。かきかき。お兄ちゃんは私の元気の源だから。笑顔でいてほしいと思ってるの。だから、私に甘えたいことがあったら、何でも言っていいからね。できる限りのことはするから。
カキ、カキ、カキ。カキ、カキ。しょっと。たくさん出てきたね。反対側もやるから、ぐるんとしてくれる？よし。次は、こっちの耳をやっていこうね。ゆっくり、ゆっくり入っていくよ。カキ、カキ、カキ。カキ、カキ。そろそろこっちも終わりかな。だんだんすっきりしてきたでしょ？お兄ちゃんの幸せそうな顔でわかっちゃうよ。お兄ちゃん嘘つくの下手だもんね。でも、私お兄ちゃんのそういうところ、好きだな。私もお兄ちゃんみたいな人になりたい。頑張るね。
これで左耳もきれいになったね。気持ちよかった？うんうん、そっか。また今度耳垢たまったら遠慮なく私に言ってね。